アイデンティティの三浦と言います。そしておっす、オラ野沢雅子、ドラゴンボールの孫悟空の声でおなじみ、御年81のデビテランだ。そうなんですよね、野沢雅子さん10月25日に誕生日を迎えられて81歳になられたんですよね。そうなんだ、うん、オラんとこのツイッターによ、はい、誕生日おめでとうございますってコメントいっぺん来たぞ。いやそれはわけわかんないですけどね皆さんこっち偽物ですから、はい、ところでおめえドラゴンボールって知ってっか。愚問だよ。いや知ってますよそれは。いやあの作品じゃなくて弾の説明できっか、うん、いやもちろんできますよ。最初ドラゴンボールっていう弾を7つ集めて合言葉を言うとシェンロンっていう竜が出てきてどんな願いも一つだけ叶えてくれるってやつね。うっせえぶっ殺すぞ。どうしたいんだ合ってたでしょ今。いやもうその再現をしてみようっつんだ。あ再現っすか。だからおめえドラゴンボール集めてくる、俺はシェンロンやからよ。野沢雅子さんがシェンロンやってるおめえ贅沢だぞ。いやまあね、おめえご本人さんに頼んだらこれいくら高い、うん、いやそんなお願いしてよまずご本人さんにやるんすか。おじゃあ俺はスタンバってっからよ。いやスタンバもよくわかんねえし、なんだこのフォルム、木工用ボンドじゃねえかじゃあいきますよ、イデオシェンロン、そして願いを叶えたまえ。おーすげすげ、来た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 、おーしょべーそうやって表現すんのかよ。ほぼ来て、いや餌食った、誰だ今餌付けしたやつ。さあネゲーを言え。ネゲー、どんなネゲーも一つだけ兼ねてやつを。野沢感がめちゃくちゃ残ってんだよしエンロ、俺のこの顔をイケメンにしてくれ。それはできぬネゲーだ。なんでだよ。おめえはもうすでにイケメンだからだ。え、おめえは自分はブサイクと思ってるみてえだが、そんなことはね、おめえはそのままでも十分魅力的、そしてそのままのお前を好きでいてくれる人がいることも忘れんじゃねえ。確かに俺勝手に自分のこと嫌いだったけど、もっと自分に自信持っていいんだね。その通りだ。ありがとうシェンロン。さらばだ。騙されねえよおい願い事何も叶えてくれてねえじゃねえか。一生懸命ドラゴンボール集めたんだぞ絶対ね、餌食いなかっただけかよおい。むちゃくちゃじゃねえか。代われ俺がシェンロンやるわ。おめえできんだな。あ俺でもうまくやってるシェンロン。携帯でムービー撮ってやるの。携帯だろお前、好きにしろ、はい、イデオシェンロン、そして願いを叶えたまえ。よくわかりません。いやシリが反応してんじゃねえかおい。よくわかりませんって言われちゃったよ。しまえしまえ、ネギを叶えたまえ。そうそう願いよ。餌をあげんじゃねえわさっきから何をあげてんだよ。ブルーベリーアイ。ブルーベリーアイかよ。線路の目がよくなっちゃうよ。ちゃんとやれ。そう願いを言え。木工用ボンドっちゅうのはどういうこと。今更かおい、忘れてたわ俺。どんな願いも一つだけ叶えてやろう。俺を元の姿に戻してくれ。何、ほらよ、ほんのちょっと思いつきでやったキャラがまさか芸風になっちまうなって思うかもなかったんだ。もうほら戻れなくなっちまった。ネタだってもうこのパッケージで10本以上作ってる。やってることほぼ一緒だ。お客さんよく飽きずに笑ってくれてるよ。だからオラを元の姿に戻してほしいんだ。それはできぬ願いだ。なんでだ。今お前を元の姿に戻せば仕事は激減し著しく収入は減ってしまう。少しは今年結婚したばかりの相方の生活のことも考えてやるべきだ。そもそも今野沢雅子をやらないお前など誰も興味はないし求められてもいない。もっと言ってしまえばそのキャラがあったから殺すじゃねえわ。シェンロン殺してどうすんだよ。本当にぶっ殺すぞ。いや本当についちゃったらいかにしろ。どうもありがとうございました。そしておっす、オラ野沢雅子、ドラゴンボールの孫悟空の声でおなじみ、御年80のデビデロン。偽物ですからね、すいませんね、お願いします。いつまで偽物っつってんだ。いつまでも言うぞ。ずっと偽物は偽物でしょ。もうおめえはこの姿を受け入れろ。そろそろ受け入れられねえよ。どっち格好してんだ。オラもう戻れなくなっちまったんだ。いやそうなの。元の姿にもう戻れなくなってる。オラそうだろ、オラ今素の姿でいたって野沢雅子さんの中の人ですって言われた。中の人、野沢さんご本人が中の人なの。中の人の中の人ですって言われた。なんだそのマトリョーシカみたいな。いやそこまで、ね、野沢さん本人って言い張るんだったらなんかドラゴンボールの名ゼリフとかちゃんと言えるんですか。踊り見えたらそんなの。あ言いましたね。あはいはい、3、2、1どうぞ。果たしてドラゴンボール。おめえじゃねえだろ。ナレーションは野沢さんやってなかったろ。なんつって欲しかったんだ。じゃあ野沢さんだから僕とかご飯でお願いしますよ。若者生活関係ねえじゃん。CM だろブルーゼリー。そんなどうでもいいんだ。おめえよドラゴンボール Z の次回よく食って覚えてるから。いや覚えてますよ、毎週見てますから。俺もあれ見るたびワクワクしてたんだ。どことんどくちょっとあの再現してみっか。再現。おめえがあの BGM やってくれ。俺は次回予告やっから。わかりました、いきますか。おうテレ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 スパンテッテレ。おっオラ野沢雅子ベジータのやつまた気が上がったぞ。モテねえったな。こうなったらオラも一か八かあの技にかけるしかねえ。次回ドラゴンボール Z 悟空限界突破出るか必殺3倍海洋キャニン。お父さん知らないでー。
夏休み、オラたちが映画館で大暴れすっぞ。この特別前売り鑑賞券を抽選で100名。どこまで再現すんの。いや、あったけど東映アニメ祭りみたいな。ジャンボカード出すもらえる。いや、あったけど久しぶりぐらいのおまけあったけど、最初にお前オスオラ野沢マスコって言ったオスオラ悟空だろ。そこうっせ、ぶっ殺すぞ。口が悪いよ。こんなワクワクすんだったらよ、はい、他の番組の次回予告もドラゴンボール風にしちまったらいいと思うんだ。他の番組例えば金曜ロードショー作品は隣のトトロ。隣のトトロを先ほどのドラゴンボール風に予告ちょっと再現してみよう。行けます。テレ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 スパンテッテ。オス、オラ悟空、七国山病院の母ちゃんの具合が悪くなったって。オラ心配だぞ。お、みーちゃん、トンボ殺し持って一体どこ行くんだ。次回、隣のトトロ、みーちゃんがいなくなった。池に見つかったサンダルは、まーちゃんの勘違い。ネタバレしてんじゃねえか。がっつりネタバレになってますけども。おばあちゃん、消えたって、もうマップ、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 マップ。何言ってんの、もう。ご飯は何言ってんだよ。ダメダメ、ネタバレしてるから。じゃあ、ミュージックステーションは行けますか、じゃあ。おぉ、おっ、おら、僕、今夜のアーティストもめちゃくちゃ豪華だな、おら、ワクワクすっぞ。も機材の調子がおかしい。生放送なのに大丈夫か。次回ミュージックステーション、全員マイクトラブル。それでも特に問題ない AKB その他。やめろー。アウトに決まってんだろ。そんな次回動く音と口の動きが合ってませんよ。余計なこと言うな。ご飯ダメダメ。これもじゃ初めてのお付け。ちゃんとお使いで僕なまりがすごいな。おっ、ほら僕、たかし君の今日のお使いは卵粉と小麦粉か。うまく買ってくれっかな。もどうしたんだ、たかしくん、そんな薄暗い路地入ってまって。そんなところに小麦粉売ってねえぞ。次回、初めてのお使い、たかしくんの大間違い。買ってきたのは小麦粉じゃなくて別の粉。何の粉だ、絶対やべえ粉だろ、そんなの。次も絶対見てくるわな。いい加減しろ。どうも、ありがとうございました。おっす、オラ野沢雅子、ドラゴンボールの孫悟空の声でおなじみ、御年81のデベテランだ。人造人間17号だ。どうもよろしくお願いします。よいしょ。準々決勝ということで、俺は絶対滑りたくねえぞ。素晴らしいコメントだ。確かにお前の言う通り、滑らないように気をつけようじゃないか。ところで野沢、おめえ似てねえぞ。いや、キャラがマニアックすぎて似てねえことが伝わってねえじゃねえか。おめえ今日準々決勝だぞ。楽屋で周りの芸人見たか。もうこういう類の漫才師は残ってねえだろ。お前だってがっつり野沢雅子やってるじゃん。オラは仕方ねえだろ、もう戻れなくなっちまったんだから。そうなの、元の姿に戻れないのか。おめえ知ってっか、おめえ最近よ、オラのせいで本物の野沢雅子さんもちょっとでけえおばあちゃんだと思われてんだろ。いや、そうなのか。完全にお前のせいだな。とにかく今日はこれで行かせてくれ。仕方ねえな。ところで腎臓、腎臓ってなんの。腎臓人間17号の腎臓を取るのは普通17号を取るだろう。ところで腎臓、なんだ肝臓って言いそうになったぞ。ほら、腎臓肝臓ってコンビだったか。じゃあ何か、はいどうも腎臓肝臓。なげー、どんだけ突っ込むだ。俺はちょっとボケただけでよ。お前が変な言い方するからだろ。ちょっと聞いてくれ。俺はもうロマンチックなシチュエーションでプロポーズされてみてんだ。されてみたいって完全に野沢雅子として喋ってんだ。そろそろもうこの格好で出てんだからよ。よし、わかった。じゃあその願い叶えてやろう。お前シェンロンみてえだな。そうだな。じゃあここは満天の星空が見える夜の静かな浜辺、そこで指輪渡してプロポーズどうだ。最高じゃねえか。ロマンティックあげるよ。うっせ、ぶっ殺すぞ。まさこ、星が綺麗だな。本当だな、この一つ一つに強いやつがいると思うと俺はワクワクすっぞ。あの星、一つ取ってきてやろうか。なんかよ、わからんけど、くれるもんならもらっとくぞ。それ、まさこを一生大切にします。僕と結婚してください。ブルーベリー愛。ちょっと待てよ、なんでブルーベリー愛渡すんだ。お若さ生活気はすんだか。お前がやってる CM だろ。ダメだ、シチュエーション変えるぞ。おう、ここは綺麗な夜景の見るおしゃれなレストラン、そこで指輪渡してプロポーズどうだ。最高じゃねえか。ロマンティックあげるよ。サンキュー。まさこ、夜景が綺麗だな。本当だな、この一つ一つに強いやつが住んでって思うと俺はワクワクするか。でもこんな夜景よりまさこの方が綺麗だよ。僕と結婚してください。この距離でカメハメハをチャレンジ。カメハメハではない。なぜカメハメハだと思った。ファイナルフラッシュの方かな。ドラゴンボールから離れろ。もうドライブデートにするぞ。最高じゃねえか。ドライブデートでロマンティックあげるよ。カメハメハ、カメハメハ。どうだまさこ、快適なドライブだろ。本当だな、この一つ一つを強いやつが運転してって思うと俺ワクワクすっぞ。まさこ、悪いがダッシュボードの中見てくれるか。なんだ急に。まさこを一生大切にします。僕と結婚してください。ちょ、おめえの尿意棒見せてみろ。急にどうした。運転中だぞ。ほら、下ネタスパーキングしちまったみてえ。いや、絶対にやめろ。
なぜそんなもんスパーキングさせる。もうラストチャンスの次が。ここは夜の海のクルージングデートはどうだ。最高じゃねえか。クルージングデートでロマンティックあげるよ。サンキュー。どうだ雅子、今の気分は。すげえな、武功術使ってみてえだぞ。はい。なんだこれ。雅子を一生大切にします。僕と結婚してください。オラに元気をあげてくれ。雅子、雅子、マセコつってんの。言ってない。まあ、今の状況分かってるのか。まあ、プロポーズされたんだぞ。どう思ったんだ。この海の中に強いやつが泳いでって思って俺は分かる。それやめろ。もういい加減しろ。次も絶対見てくるよな。